日激務だ。一生同じだよ。取引でもするかい。品物を見せてほしい。今持ってるのはこれだ。
何か役立つものはあったか？
全じゃない。Anymore。
警部、429番です。バロンズの近くに敵を発見しました。オーバー。429、了解。距離はどれくらいだ？司令部、2分ほどです。オーバー。429、了解。交戦を許可する。司令部、了解です。またすぐに。奇襲です！激しく攻撃されています！429、直ちに本部まで撤退せよ。分かったか？オーバー。司令部、もう一度言ってください。オーバー。429、直ちに本部まで撤退せよ。命令だ。オーバー。司令部、了解です。本部に退却します。通信終了。
タントどもはここから北に2キロメートルのところに住み着いているようだ。町はほとんど占拠されてる。奴らはファロンズに集まっているようだ。2、3日前に分隊を引き連れて一掃しに行った。奇襲を受けてキャプテンウェスに撤退するよう命令を受けた。戻ったらキャプテンにみんなの前で怒鳴られて、レコーディングスタジオで二人っきりで会うように言われた。 4、5分怒られた後、パトロールに連れて行かれて、この本部を守るよう転任された。なんだか意味がわからない。みんなの前でキャプテンと言い合う気は全くないけど、どういうつもりなんだ。撤退するよう命令したのにそれを咎めるなんて。注文は何にする？持ってるものを見せてほしい。今持ってるのはこれだ。やることがあるから今は話せない。何か買わないか？ざっと見る時間はある。今持ってるのはこれだ。では何を獲得したのか見せてもらおうか。
業はどんな仕事よりも真っ当だ。必要なものならこっちで何か持ってると思うぞ。もちろん見てみるよ。気に入ったものがあったら言ってくれ。遮蔽物のない場所にいることは戦術的に無責任なことだぞ。
ー